はい、こんにちは、リンボーゼネルです。ちょっとですね、今日は部屋にこのように温泉が入っている温泉がついている、はい、それについた。じゃあちょっともう今から出ます。グダグダですいませんね。ちょっとホテルをチェックアウトした後なんで、今車に乗って、ちょっと今日は久々にちょっと箱根に来てね、ちょっと、泊まってたんで、ちょっとさっき見せたように温泉付きの宿に泊まって、で今日2日目で帰るんですけど、今日ね、大晦日、あとでちょっとカウントダウンの動画出そうと思ってるんですけれども、大涌谷にね、行って今年最後を終えたいと思います。まあね、年内には帰ってね、カウントダウンをやってそれの動画も上げようと思うので楽しみにしててください。じゃというわけで大涌谷に着いたので行きます。これがこんな感じで温泉の大涌谷でございます。ちょっと僕匂い苦手なんですけどね、僕は一年中半袖なんですけど、無理やり親に、ここで長袖着さされて、マジで暑すぎて死にそうです、熱中症でぶっ倒れます。さあこんな感じでございます。いや全く寒くないわ。こちらちょっとはい、こちらの黒アイスをちょっと、ここで食べてみたいと思います。さあこの人が何か言っていいか、マスクが取れねえ。 iPad 持ってるから、いただきます。うまっ、今日ごめん。はい、なんか僕のお父さんが黒卵を100個食べるらしいです。多分100個も食わないと思います。ジャガベーというものを頼んだので次は食べてみます。ちょっと僕顔が真っ黒なんで、ちょっと映しません。はい、というわけでね、今、ここから出て、芦ノ湖に行きます。はい、さあ箱根駅伝のゴールのコースまで来ました。こんな感じです。まあ無観客なんで、去年通り見に行くことはできませんけどね。さあ1年に1回の頂点、箱根駅伝。さあいよいよ、あ、じゃあ谷口駅伝コースで右曲がってゴール。さあ林道チャンネルの視聴者の皆さん、箱根駅伝開始でございます。いやいや、僕の箱根駅伝終わります。はい、というわけでね、マラソンの子から出て今帰るところに、最後に焼肉やって帰るってことで、焼肉屋に来たんで、ちょっと最後に飯テロやって今日の動画を終わります。みんなで全員で撮る。そんな動かさなくていいんだよ。そう。うん。うん。さあ次はイチボでございます。はい。どうぞ。いけるよ。いける？うん、じゃあ塩につけて、タレにつけて。
きます。はい、というわけでね、ちょっと僕の箱根旅行2日目のね、この旅の動画を撮ってみましたけど、こんな感じでね、1日目はね、ちょっとカメラ回すの忘れてたんですけど、こんな感じなんで、じゃあ今日の動画終わります。今日の動画っていうか、まあ、明日になるんですけど、今日の深夜の12時ぐらいにカウントダウンの動画あげるんで、それもお楽しみに。じゃあこれで終わります。